まずは今日緊急地震速報です。緊急地震速報です。強い揺れに警戒して。緊急地震速報です。緊急地震速報です。強い揺れに警戒してください。後半に入った緊急地震速報です。強い揺れに期待してください。石川県に大規模地震の大波が出ました。石川県に大規模地震でロシアや分断し発電インフラが悪いのでは存在しない、警戒をしてください。強い揺れに警戒が必要なのは石川県の能登です。落ちてくるもの、倒れてくるものに注意をしてください。緊急地震速報が出ています。石川県で地震がありました。強い揺れに警戒をしてください。強い揺れに警戒が必要なのは石川県の能登です。落ちてくるもの、倒れてくるものに注意をしてください。そして頭を守ってください。机の下などに潜って頭を守るようにしてください。緊急地震速報です。石川県の能登では震度5強という情報が入りました。震度5強です。ただいま石川県で地震がありました。なお震源が海底にありますので津波の恐れがあります。津波の情報にも注意をお願いします。石川県の中で地震がありました。震度5強の地震です。なお震源が海底にありますと津波の恐れがあります。また津波の情報にも十分に注意をお願いします。震度5強を見ることは石川県の中で震源が海底にありますと津波の恐れがあります。震度5強を見ることは新潟中央区、岩手市、新潟、東京、富山、福岡、気象庁によりますと、津波が何らかの状態にありました。カメラが地面の上にいるのが心配でした。おばさんが中にいる。地面の上に住んでいるのが心配でした。